TT 製から来た赤トインだろ。 TT 製から来たマミだよ。 TT 製から来たアミだわ。 TT 製から来たキーリプだよ。はい、ってことで今回はこの4人のホーム画面とおすすめアプリ3つを紹介したいと思います。イエーイ。どうぞどうぞ。チャンスマーミです。はい、今日はマーミのホーム画面とおすすめのアプリ3つ紹介していきたいと思います。まずね、早速、あ、これはね、指紋認証なんだけど、そう、最近指紋認証されないんだよね。ほら、何回も、なんか、ちょっとごめん、待って。はい、ホーム画面はこんな感じですね。はい、これはみんなでリムジンパーティー、行くのみんなでリムジンパーティーをした時の写真が結構ドレスとか着てて、普通の多分みんなで撮ってる写真よりドレスとか着てる写真ってあんまないと思うから、結構思い出だったし、初めてのリムジンだったので、これをねずっとホーム画面にしてます。はい、じゃ次におすすめのアプリ紹介していきます。一つ目はこちらです。これはメルカリっていうアプリなんだけど、このメルカリのアプリは結構ねちょっと待って、ね、撮影越しにね、隣からめちゃめちゃ彩香さんが見てくるんだけど、めちゃめちゃじわるんだよね。そう、では早速メルカリなんだけど、このメルカリは新品のコスメとかがめちゃめちゃ安く売ってたりとかするから、本当にたまに買ったりとかする。これはマジで安く買えるから、金欠の時とかにこのアプリ入れるとおすすめ。そう、はい、じゃあ2つ目はこちらのね、 Google マップです。こちらのね、 Google マップはまあ、結構撮影とかで初めて行く場所が多かったりするから、まあ、その住所ここに来てくださいって言われて調べるんだけど、あんまりねよくわからないから、自分の現在地とかもわかんないし、マップがねあんまり見れないから、だからこの Google マップにいつも頼ってるんだけど、 Google マップだと自分の居場所を教えてくれたりとか、まあ、徒歩何分でその目的地に着くまでとか、まあ、車での、時間、車だったらこのぐらい着くよとか結構教えてくれたりするから、めちゃめちゃ便利、ちゃんとたどり着かせてくれるから、こうね、案内とか線、この線たどって歩いてくださいとか、そういう、まあ、マップも出るから、結構方向音痴の人とかはおすすめです。最後にじゃあね、結構みんな使ってると思うんですけど、じゃあ TikTok っていうアプリです。TikTok っていうアプリは、まあ、自分でこう動画撮ってアップしたりだったりとか、まあ、その見る側だったら結構動画おすすめに流れてる人を、まあ、面白い動画だったりとか、もうすっごいペットのね可愛い癒される動画だったりとか、まあ、あとはなんだろう、可愛い子だったりとかイケメンな人が出てきたりとか、結構いろんな人がやってるアプリだからおすすめです。こちらね、ちなみに私は結構出してる側でやってるんだけど、よかったらチェックしてみてください。こちらね、暇な時とかはめっちゃおすすめなアプリです。はい、じゃあこれで私の、まあ、ホーム画面とおすすめのアプリ3つ紹介しました。それではみんなもよかったらインストールとかしてみてね。それではおばいちゃん、バイバーイ。はい、どうもキーリプです。今回私の携帯の画面こちらにあるんですけれども、まあ一番びっくりするのはホーム何って、あやかさん、強め姉妹のあやかさんの変顔じゃないけど自己画が、まあ、そのエッグラインっていうその写真フォルダのアルバムに1枚だけこれ貼ってあって、超面白い、可愛いと思ってこれ使わせてもらってます。まあ本人公認で癒されんのよ。で、私がおすすめなのはアプリで D フォトっていうのがあるんですよ。なんかドコモの人だけだと思うんですけど、 D フォトってアプリで、私前この間携帯壊した時に、まあ、ちょっとの間の期間の写真のデータが吹っ飛んじゃってバックアップ取れなくて画面動かなくて、でもこの D フォトってアプリをドコモでやってもらうと、その Wi-Fi 環境の時とかだけに自動でバックアップが取
取れるっていうか、ドコモに自分のフォルダが保存されてるのね。だから携帯新しくするときとか、まあ、バックアップだとか携帯交換になって初期化になっちゃったときとかに写真だけは絶対無事っていうアプリなんですよ。それを私はみんなにお勧めしたいなと思って、まあ、ギャルはすぐ携帯壊すんでね、自ら写真は大事にしよう。2個目は、まあ、YouTube とかもめちゃくちゃ見るんで、まあ、そういうアプリも入ってます。まあ、あとは電車とかそういうのはやっぱり乗り換えとかね、すごい分かんないんで、何番線とかっていうのはちょっと細かくアプリで見てます。で、やっぱうちらといったらなんか結構質問多いのは、自撮りのアプリって何ですかって結構聞かれるんですけど、まあ、X 自体みんなでめっちゃこれいいわっつってハマったのが U-Like っていうやつ。もうこれがめちゃくちゃ漏れるという。結構 U-Like は画質が多いんで結構みんな好きだと思うな。はい、ってことでキーリプのアプリとホーム画面の紹介です。はい、ではザ・アイミのおすすめアプリ3つとホーム画面を紹介していきたいと思います。アイミのホーム画面はこんな感じです。この前、夏目ちゃんとナギと旅行行った時に撮った写真をなんかめっちゃ綺麗に撮れたから、なんかテラスハウスっぽくない？あの感じあ、この感じだから、もうめっちゃいいって思ってすぐホーム画面とロック画面にしました。はい、じゃあ、あゆみが一番最初おすすめするアプリがU-Like っていう自撮りのアプリなんですけど、もう本当にもうエッグモデルみんな使ってると思う。本当に絶対 U-Like だし、しかもめっちゃ漏れるの。マジでもうかなりおすすめなの。本当に使ったら本当わかる。もう本当おすすめだし、みんな使ってるからみんなぜひ入れてみてください。はい、で、2個目がインスタグラムなんですけど、もう本当にずっとインスタグラムしか見てないです。はい、で、最後なんですけど、このエッグの公式サイトのアプリでも、ここを押すとすぐ、うん、なんていうの、エッグのホームページに行けるからマジでおすすめだし、エッグのホームページ開いたらちゃんと記事もあるから、冬こういうコスメみんな使ってますとか、なんかこういうイベントしましたっていう記事がめっちゃ書いてあるから、それもぜひ見てみてください。以上です。やこやかだよ。うちのホーム画面は3人女の人がいるように見えるんですけど、これ全員ニッキー・ミナージュで、まあ、うちがこうなった理由はニッキー・ミナージュであって、まあ、うちの神様はニッキー・ミナージュ。まずが大好き。おすすめのアプリは、まあ、一番はまあネットフリックス。もうこれがなきゃうちはやっていけないですね。でもいろんなもんあって、本当にネットフリックスは大事なアプリです。これがなくなったらちょっとやっていけないです。はい、次2048っていうの何って感じなんですけど、ただ2とか4とか出てきて、それを足し算してって気づいたら2048になるみたいな感じなんですけど、もう難しいんですよこれが。頭使うんですよ。でもこれうちの朝起きたら頭をさえるように使ってるゲームです。で、3つ目は LINE です。 LINE がなきゃ繋がれないし、みんなの輪ってできないし、 LINE って電話できるし、メールできるし、写真送れるし、動画送れるし、フェイスタイムできるし、まあ、全て、まあ、もう5個揃っちゃって、やっぱ LINE ってやっぱ神だよね今。みんなに欠かせない LINE が一番いいかなって私は思います。っていうあやかの携帯紹介でした。バイバイ。はい、ってことで、みんなどうでした？キイちゃんとあゆみがユーライク、そうそう、ユーライクはみんな使う、みんな使ってる、みんな、うん、
ナオミは TikTok っぽいよね、アプリね。あ、TikToker だからね。うん、そりゃね、うん、そう。え、ミア、ゲームとかしないんですか？うちはクソゲーだけやるわ。え、でも、あれもクソゲーやってます。そう、クソゲーやるよね。え、なんか本当に暇するし、荒野行動やる。え、ゲーム、まだ流行ってんの？やるやる、私はまだ入ってる。まだ流行ってんの？あ、でもなんか東京のマップだからやりたい。あ、みんな言うよね、それね、東京マップ。うちのホーム画面はねえ、やかましいわ。見た、こういう感じで。めっちゃ変な写真ですよ、それ。かわいい。ないね。じゃあ今回の企画はおすすめのアプリとみんなのホーム画面紹介でした。イエーイ。以上、あやかとまみとあゆみとキーリプでした。